ダストチャンネル。ダストです。本日紹介するのはこれだ。じゃん。仮面ライダージオウ、光るなるデラックス、ファイズライドウォッチだ。イエーイ。こちらは仮面ライダージオウに登場するライドウォッチで、仮面ライダーファイズをモチーフにしたファイズアーマーに変身できるアイテムになります。では早速箱から見ていきましょう。箱の正面はこんな感じ。これがファイズライドウォッチ、これがファイズアーマーですね。ファイズ、ひらがなになっているので、これは仮面ライダーゲイツが変身しています。ファイズアーマーにアーマータイム。箱の横側、ここには連動遊びが載っています。反対側の横側、これは仮面ライダーファイズですね。ファイズは2003年のライダー。2003年だと今から15年前。ひー、もう15年も経つんだね。いやー、時が経つのは早い。箱の上側、箱の下側、箱の後ろ側、ここには主な遊び方が載っています。1番、別売りのデラックス時空ドライバーで、仮面ライダーゲイツ、ファイズアーマーにアーマータイム。いつも通り時空ドライバーにセットして回転させることでファイズアーマーに変身することができます。これかっこいいね。これファイズフォンだよね。いや、これ早く劇中で見たい。2番、さらに360度回転で必殺技を発動。3番、単品遊び。この辺の音声も後でじっくり聞いていきましょう。ファイズライドウォッチはボタン電池 LR443 個を使用します。これにはあらかじめテスト用の電池がセットされています。では早速中出してみましょう。よいしょ、出た。はい、中出してみました。中には取扱説明書とファイズライドウォッチ本体が入っていました。ではアップで見てみましょう。アップで見るとこんな感じ。カバーの色はガンメタリック、蓋もガンメタリックですね。それ以外の部分はシルバーになります。ここにはファイズのマーク、ここには2003とデザインされています。上側、ここはボタンですね。いつも通り仮面の文字が書いてあります。横側、ここはスピーカー。下側、反対側の横側、後ろ側、ここには個別認識ピンがあります。カバーを回すとファイズの顔が現れます。では音声聞いていきましょう。絶縁シート取ります。まずは単体遊びから。音声を鳴らすにはこのボタンを押します。音声は全部で2種類。1つ目はライドウォッチ名、2つ目はライダー説明音。変身コードは555。携帯電話で変身するライダーはチッ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 ファイズだ。では続いて時空ドライバーとの連動音声を聞いていきましょう。まずはジオウでファイズアーマーに変身してみましょう。まずはジオウに変身。続いてファイズライドウォッチをセット。おー、ちっちゃくコンプリートって言ってましたね。続いて必殺技、フィニッシュタイム。音声はエクシードタイムブレイク。次はゲイツでファイズアーマーに変身してみましょう。
続いてファイズライドウォッチをセット。この組み合わせが劇中で出てくるんですね。では続いて必殺技。フィニッシュタイム。次はファイズライドウォッチを時空ドライバーの右側にセットして音声聞いてみましょう。左側はゲイツで試してみます。まずはファイズライドウォッチを上下逆さまにしてセット。続いてゲイツも上下逆さまにしてセット。続いて必殺技。最後は武器との連動音声を聞いてみましょう。まずは時間ギレードの10モード。続いて剣モード。次は時間ザックスの斧モード。続いて弓モード。ということで本日はデラックスファイズライドウォッチを紹介しました。ジオウの劇中ではファイズのオリジナルキャストが2人も出てましたからね。盛り上がってますよね。同時にファイズフォン10も発売されているので、ファイズ直撃ファンは大喜びなんじゃないでしょうか。今後もファイズ編が楽しみですね。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方はコメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダッソでした。バイバーイ。